こんにちは4月の25日火曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、さて本日4月25日とういうことで、東京市場、まあ、これは、まあ、どちらかというとお金の動きでございますが、ご討伐受給とこういうところで、これ外為市場においては、えー、ドル買い円売り、これ非常に堅調性を強めたとういうところでございますが、さてその前に、えー、こちら今両方持っております、えー。現時刻が今4時48分でございますけれども、さて昨日の夜からちょっと簡単に振り返って 見たいいと思います。すもしくはですね、えー、前回のバイシナでもちょっとご案内させていただいたんですけども、えー、ユーロ円の方です。前回のところです、えー。東京金融取引所クリック365におきます、えー。前回のこのバイシナではかなり買避率が上昇しています。そして、えー、ユーロ円からのワ、えーまあ、ね圧迫が強まってくるんじゃないでしょうかと、FX 市場からというふうにして申し上げた経緯ございました。えー、これで見る限りですと、大体、まあ、売りも増えて、えー、改ざんも減ってというところでのこの買品率。 低下でございますので、大体、えー、計算すると6000万ユーロぐらいですから、これ、エフクス全般によってはもっと ちょっと売りが多かったのかなというところなんですがやはり窓を開けてぐっと上昇した120円水準というところではつのベンチマークになっていたのかなとかなりユーロ売りが持ち込まれたただし利益確定組と戻り,売り組も含めてなんですがちょっと120円水準 1, 1ユーロ120円水準というのがやはり今後一つのターニングポイントになるのかなというふうにして見てて、おります。さてで今、ユーロ円のお話をさせていただきましたがトランプ税制に向けた期待感というところがございます。 こちらちょっとご覧になっていただければと思います。シカゴフェドウォッチ。えー、以前、いやリキャの FX ェク場ですかね。ブログの方でちょっとご案内させていただいたんですが、6月の FOMC での利上げ確率っていうんでしょうかね。だいたい50%水準ぐらいだったんですが、 ここに来てグッと上がってまいりました。なんと63.1%まで6月14日、FOMC 利上げするんじゃないのという,うな確率で、えー、マーケットを折り込んできたというような状況でございます。ただし、このトランプ税制というところで一方でですね、えー、ちょっとこれの辺は複雑回帰でございますけれども、実はカナダドルとカナダドル円です。これは冷やしチャートなんですが、 対米ドルでカナダドルが大きく売られております。信用財などのはこれ材木ですね。これ完全かけると、えー、ロス商務長官が言ってるというところで、えー、カナダドルが対米ドルで大きく売られております。ただしドル円がなんとか持ちこたえているので、カナダドル円はまあそれほどびっくりするほど崩れなかったというところになりますでしょうか。今カナダドル円がまあ81円の半ばに向けてちょっと切り返してきた、えー、カナダドルの方はですね、1.36をまあグぐグぐグっと 意識してとこういうところでございますのでちょっとカナダドル円お取り組みの皆様方ぜひ米ドルカナダドル ちょっとチェックしていただければというふうにしております。さてで、で全般的なリスクという言い方をすると、本日北朝鮮情勢、えー、北朝鮮人民軍の85周年というんでしょうかね、85年目の設立に向けて、挑発的な行為をするんじゃないかというふうにして警戒されておりましたが、やはり欧米市場はどちらかというと、これ、ビックス指数見る限りでございますけれども、フランスの大統領選、 終わったところで恐怖指数がぐーっと緩んだというところはやはり極東地政学リスクを意識するにおいてもですね、かなりこの温度差というのが欧米勢と本邦の投資家の間では差があるのかなと。特に今日などはかなり朝から各種報道ございましたけれども、恐怖指数においては かなり低下してるもん、11%割れてるよという状況でございますので、海外は、まあ、あまり、えー、まあ、極東情勢に対してリスクは持って、えー、まあ、その辺は見込んでないのかなというところでございますが、今日の各種報道、これは人民日報でございますけれどもね、アメリ、えー、韓国の一番大きいところでございますけれども、やはり、えー、超圧行為において、えー、米国の原子力潜水艦が入ってきたよとおいうような報道が一面、 でこれはちなみにでございますけれども、まあ、韓流、えー、スターにご興味ある方はなんですが、韓国の大統領選挙に向けての、これ、ホームページあります。ハングル文字分かりませんが、韓流スターいっぱい出てきますけれども、えー、5月の9日に向けて、えー、かなりいい地政学リスクを、まあ、どちらかというと、本法からのリスクという形での報道の方が強いんでしょうかね。まあ、韓国の方でのこの在日韓、 中日大韓民国の大使館などでは、選挙もそうなんですが、地政学的なことはあまり触れてないというところが印象的でございました。ただし、本日の 菅官房長官の記者会見においてはですね、もう質問が、もう北朝鮮に関する問題が、えー、かなり飛び込んでおりました。まあちなみに5月から9月、えー、またクールビズ始まりますよというようなお話もしていたんですが、やはり北朝鮮人民軍の85年と保有節目において挑発行動あるのかと、えー、最大の関心事としておいてますということをおっしゃっていたのが非常に印象的でございました。じゃあ本日の日経平均株価とドル円相場はどうなったのかというところ、改めて振り返って今回は こちらのタイトルでご案内させていただこうかと思います。ひとまず朝鮮半島有事リスクは後退かというところでございます。えーまあ、各種報道でもあったんですが、過去速においてでございますけれども核、核実験を北朝鮮が行ったというのは、もうほとんど午前中だったよねというような報道が出ておりました。そうした中では、えー、本日のマーケット、 で人民軍創建85年での軍事的な姿勢懸念というのも、徐々に徐々にその兆候はないねということを韓国当局が言い始めてから、えー、午前中実施の例というのがほとんど今までの核実,実験のパターンというところでございました。徐々に徐々に、 えー、中値上昇に合わせて、中値後に合わせてございますが、ドル円相そばは地利高になってきた。で、それに合わせてでございますが、日経平均株価の方も上昇してきたと、こういうところが実際なのかと、なあというふうにしております。もちろん今後どうなるのかは、 会目検討がつかないわけでございます。まあもちろん、えー、週刊レポートなどでも、えー、日本、米国、そして中国、各国、う合わせて、まあ、世界のトップ GDP3、こういったところを巻き込んでの有事というのは、ちょっと考えられないなというふうにしては申し上げましたが、先ほどのビックス数などを見てると、欧米と本邦での、えー、内外温度差、ちょっと、おぅ、 差があるのかなというところは、今日ですね、この日経225と、ドり柄のレート。 並行しているところを見るとなんか、なんとなくそんなところ、竹部のイラスト風というふうになっていますが、そんなのをちょっと今日感じた次第でございます、ただし、新投資家心理というのは,これはいつ振り向いてくるか分かりませんので、底流にはリスクが潜んでいる、そして週末に向けてでございますが、ゴールデンウィークというところでありますので、一本調子でリスクオンという感じではまだまだ見込みがたいのかなというふうにして思うのが本音でございます。まあ、いずれにしてももも本日の東京株式市場もそうなんですけれども 大統領選挙終わったというところで、フランスのですね、円安進行のこの追い風というところ。えー、割値ベースではこれ3月30日、まあ大体1ヶ月ぶりぐらいでしょうかね。 一万九千円台回復というところでございます。で、本日の日経平均の採用銘柄の方でございますけれども、こちらの方、今日気になったのは昭和電工とヤマトホールディングでしょうかね。えー、昭和電工の方はこれ、えぇ、2017年の営業利益予想、前期費プラス三十パーセント。これ以前は子会社の決算問題ちょっと揺れてましたけども、えー、上昇ナンバーワンと。ヤマトホールディングに関しては、宅配便の、これ運賃、基本運賃値上げするよと、こういう観測報道あったというところでございます。 ございますので上昇した経緯ございます、えー、NTT ドコモちょっとこ年下がってしまったんですけども2018年の産業、えー、営業利益どちらかというと微増というところでちょっとコンサバティブになってしまってその他のところに飛び火したのかなというところかと思います今日はそうして意味ではこれ非常にちょっと名運はっきりできているのかもしれませんがソフトバンクグループなどは9984 上昇基調、これ非常に鮮明でございました。えー、その他でございますけれども、まあ、KDDI だとか NTT とかも、も含めてなんですが、こうしたところではちょっと、えー、どうなんでしょうかね。通信のところでも春別されてしまったイメージはちょっと否めないのかなというふうに思います、えー。本日でございますけれども、全体の中では、えー、値上がり銘ガラスは1633と、お、値下がりしたのは305と、こういうところでございました。まあ、そうしたところでは、もう基調は、心理的な節目。 1>, 1万9000円を回復して終わったというところは、まあ非常に、えー、よろしいというふうにして思うんですが、ここからさらなる上値を、やはり1万9000円というのは節目というのはちょっと今後もですね、この工房の展開になりうるのかなというところで、ここからの上値追いがどういった形になるのか、えー、トレーディングする際はちょっと慎重にというところでご案内させていただこうかと思います。今回の売買シナリオ、まずまあドル円からでございますけども、 え、110円台に乗っかってるねというところではございますが、上値抵抗として、ま、これ前回の倍、しなでもそうなったんですが、110円の前半からなかなか抜けきれないというところが実際のところでございます。さてで、今夜でございます、ケースシーラーの受託指数だとか、あありますが、ま、フェダル、FF レート、え、に実質近いというところでは2時の 2年ものの米債入札、これがどういった形になるのかなというイメージなんですが、えやはりニューヨークダウだとか、ちょっと横に波というところ、で、先ほども申し上げましたが、昨日もやはり関税を課すというような形での突飛な、ま、突飛と言ったら、事前に言ってるわけはないんですが、そうした報道でネガティブに出てくる通貨ペアなども見ると、えどういった形でこのドル円に反映してくるのか、ちょっと非常に見出しづらいところでございますが、予想レンジとしては110円のちょうどから70。 二丸で買って七丸で売るという。えー シナリオでございます。50銭狙い。で、アゲンストなんですが、やはり109円の70、80、ちょっと前回は、80ストップというのはちょっと激しすぎたのかもしれませんが、ただしリスクとリターン、イーブンというところは常にイメージしておりますので、まあ、ほぼほぼイーブンというふうにイメージしておりますので、今般は、0の20で買って70で売る。損切りは9の70というところで、こちらも、今回は50銭1というところです。ポイントとして見ておきたいのは、 えー、120分足のボリンジャープラス2シグマ、240分足のプラス2シグマ、冷やしの一目転換線というところでは110円の5060件超えていくことができるのかどうかというところでございますので、まあ20で買ってもすぐに利益確定できるなら、まあこれ前回も同様だったのかもしれませんが、基本的には、 えー、エクスキューズさせていただくと、買い値から、えー、もうすぐにでも利益確定できるなら、もうすぐにリグイというところ、えー、そういった形ではもう一回上がっていくと思ったら、もう一回買っていけばいいだけの話でございますので、えー、リスクというところに重きを置いた場合は、ちょっとイメージとしては、えー、あんまりこの50、60、ないしは、えー、ターゲットと言ってます。70まであまりにもソファーでちょっと時間かかるようでしたら、もうさっさとリグってクローズイングというところをイメージしております。えー、逆に下値においてなんですけども、109円台のやはり、 ドルから後半。 え、かなり輸入企業が待機しているという話も聞こ、聞こえてまいりますので、本日は25日、ご当日というふうにして申し上げました。ロンドンフィクシングでございますけれども、ロンドン中根の時に、やはり輸入企業などの買いオーダーが回って、え、ドル買いを持ち込む可能性もあるのかなというイメージを持っております。もちろんこの辺は深夜でございます。えー、まあちょっとその辺もご念頭に置いておいていただいて、下値ガさからどの程度まで上追いができるのかというところが今日の、まあドル円のテーマなのかなというふうにして見込んでおります。 えー、そして日経225の方でございますが、18,950円から19,150円というところの予想レンジです。1 9 0 0 0円にも乗っかっているというところでは日経225、えー。東京金融取引所クリック株365では19,000、えー。今大体70円水準ぐらいでしょうかね。今ちょっと今の水準だと19,000割れてませんので、エントリー水準までにはちょっと及ばないというところでございますが、えー、この辺は えー、まだ一万九千円台の、えー、新任性を竹部は個人的にまだ持っていないというところで、慎重にというところです。で、ただし、この百五十円ぐらいまではあり得るのかなというところでは、ひや、こちょっとテクニカルね、いっぱい節目がございます。えー、日足の一目加減、週足ボリンジャー中心線240分足プラス通ーシグマ十120分足プラス通ーシグマ、え、ほぼほぼ一万九千百五十円から170円どころ。 バシッと上値抵抗になっているので、まあこの辺の手前、えー、そして3月の下旬の時、まあこの辺の19000円水準というのは先ほども申し上げた通り、日経平均株価においては3月の末以来でございました。この辺の終わり値水準と合わせてグッとこの上昇したところ、150円ぐらいまでは何か、 あればスルスルするというようなイメージありますが、そこから先はちょっと深追い禁物なのかなというところで、こちらの方もですね、えー、利益、利食い千人力やでパパッといけるんだったらもうさっさとというところなんですが、18,950円で買って19,150円。ちょっとずうずしいかもしれません。200円狙いです。アゲンストは18,850円というところで、えー、昨日の えー、ま、週明けのところからのボトム、この辺が、えー、割れてきたようだったらエグジットというところでの今回のシナリオでございます。えー、で、その他でございますけども、アストロロジーサイクル上では新月というところでございますので、危険転換期に入っております。えー、東京時間においては、あ 朝鮮半島有事において、もうこのリスクがかなり低減化したと思いますけれども、改めてでございます、トランプ法がまた今度は欧米市場時間に出てくるのかどうか、えー、この辺で米国内省、欧州の株式市場の動きとこういうところも当然警戒されるところでございます、今のテーマ、ニューヨーク税と話をすると、なかなか見込みがたいとこういうところ、なかなか不透明の中で動いているというところなんですが、やはり主眼になります、テーマというのは。 トランプ税制における動きでしょうかね。えー、正式にはこれ明日になってくるかと思いますが、観測報道が今夜も出てくる可能性ございますので、えー、その辺の動きも十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。以上、4月の25日火曜日の株と為替の売買シナリオでございました。